びっくりパーティー楽しみだな。みんな来てくれるかな。びっくりパーティーだぞ。びっくりするほど来てくれるって。その自信はどこから来るんだ。それでびっくりパーティーとやらは何をする催しなんだ。そんなんパーティーするに決まってんだろ、牛若。パーティーと一口に言ってもいろいろあるだろう。餃子パーティーとか、パジマパーティーとか、びっくりマンキャラクター秘蔵外伝の七人亭お泊り大会シール的な。このメンツで何をさせるつもりだ。まあまあまあ、まだ何も決まってないから落ち着けって。え、何も。それはそれでどうなんだ。いやだってみんなで集まったらそれだけでパーティーじゃん。確かに楽しみだよね。びっくりパーティーと名付けたからには相応のびっくりを用意しないといけないんじゃないか。なに今びっくりしてどうする。どうしよう、開催まであと2ヶ月ないけど。まだ2ヶ月もあるじゃん。そうやってダラダラしていたらあっという間に当日を迎えることになるぞ、アホめ。どうすればびっくりしてもらえるかな。入り口に落とし穴掘るか。怪我しちゃうよ。人数分の穴が用意できるとも思えんしな。そっち、ヤマトがびっくりしてる。二人が変なこと言うから。じゃあどんなことならいいんだ。手品とか。指が消えるやつはダメな、遠くから見えないし。ジャック切断マジックならいいんじゃないか。スプラッタ、いやー、そういうびっくりは怖いかも。牛若は他にある。そうだな、手土産はふっくらもなかがいい。お土産かよ。でもお土産はいいと思う。びっくりするけど嬉しいものがいいな。ん、誰かスマホ鳴った。俺だ。お、店長からじゃん。副店長だ。副店長さんなんて。びっくりパーティーで皆さんにプレゼントするものが決まりました。それは。何？何何？早く言えよ。それはビックリマンビッグシール。しかも一部と二部別絵柄の。